夏だー。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。でも、夏っていうのはちょっと早いんじゃないか。夏休みもまだなわけだし。いや、フォートナイトの世界ではとっくに夏は始まっているよ。そう、今日から14日間の夏が始まって、いろんなイベントが目白押しなのだ。そしてこれ、今やってる新モード、スプラッシュダウンでは、新アイテム、水風船が使えるんだ。ほんとだ、インベントリの一番左のやつだな。どうやら、一定時間経過ごとにストックが増えていくみたいね。敵にダメージを与えられるものは、基本的にはこれだけみたいだな。水風船の投げ合いになるわけね。そして、体力は30しかないんだな。おっと、早速敵がいるみたいね。おやー、水風船を食らえ。なんか楽しそうだな。受ける、地味な戦いね。お、キルできた。10ダメージだったから、味方さんが2発当ててくれてたんだな。ていうかこれ、ゴール60って書いてあるけど、60キルもしなきゃいけないの、めちゃくちゃ大変じゃない？でも、すでに6キルもしてる人がいるな。マジか、早すぎでしょ。さて、また敵が来たわね。お、味方さんナイスブギーボムなんだぜ。よし、今のうちに一斉攻撃よ。オッケー、ナイスナイス。奥にもう一人来てるわ。あんまりうまく当たんないな。よし、とりあえず一発。おお、また味方さんのブギーボム。ナイス味方さんだな。いやー、やっぱり楽しいね。いつになく平和なモードだな。でも、一応ビクロイ目指して頑張っていくわよ。よし、不意打ちでダメージ食らわせた。煙の中に隠れる前に。よし、倒せたな。おっと、また別の敵持ってる。く、しっかり狙って。よし、やったわ。あれ、霊夢は5キルしかしてないのに、なぜか順位表には8キル、3位と出てるな。あ、ほんとだ。基準がよくわからないわね。とりあえずいっぱいキルするに越したことはないんだぜ。あー、くそ、味方さん。てかツルハシで殴られたんだけど。でもツルハシでは1ダメージしか食らってないっぽいな。そやね、水風船よりダメージ高かったら微妙だもんね。なんかよくわかんないけど、ニンニク状。一回やられて、リスポーンしたけど、敵をすぐ近くに着地してキルを稼いでいくわよ。よっしゃー、よく乗りチャーンス。まだ霊夢が近づいてることに気づいてないのかな。他の敵倒すのに夢中になってるわね。よし、この勢いのままもう一人も。やった、よく乗り強い。てかチャグスプラッシュ落ちてるんだけど、これ、回復もできるんだね。お、また敵が来てるぞ。そう、水風船の在庫が、溜まるのを待たなきゃ。よし、なんとか3連続キル。なぜか止まってたな。はい、打ちー。よし、ダブルヒット。そのまま一人キル。もう一人も倒しきりたいが。そう、検知してきたか。うわー、なんか飛んできたし。あ、落下ダメージできる判定だな。よし、そこの人たちもまとめて。やった、ダブルキル。これで21キルだな。と、上にも敵がいるみたいね。インパルスグレネードで飛んで、自滅したな。あ、この人が1位の人か。だいぶ差をつけられてしまってるな。うおー、もうあの人勝っちゃう。直接対決だ。さあ、頑張れ霊夢。だ、ダメでした。まあ、結構差をつけられてたしな。でも、最終的には27キル。初めてにしては頑張ったんじゃなかろうか。鬼ごっこだー。お、鬼ごっこもあるのか、楽しそうだな。正確には、タッチというモードだね。青が逃げる側、オレンジが鬼みたい。よし、絶対逃げ切ってみせるわよ。や、やばい。鬼が飛んできた、逃げなきゃ。さて、逃走スタートだな。様々なアイテムを使って逃げるんだな。
よし、とりあえずダスティの木の上までは避難できそうね。く。でもこの辺にもやっぱり鬼いるみたい。右上のマップで確認できるな。どうしよう、なんとか脱出しないと。とりあえず煙で目くらまし。マップ上で見えちゃってるから、どんぐらい効果あるかはわからんけどな。うわー、なんか別の鬼もぴょんぴょんしてるし。とりあえずもう少し煙を。お、味方さんナイスブギーボム。よし、ここでキラーグレネード。氷の力でスピードアップよ。こうやってひたすらアイテム使って逃げるだけだな。やばいよ、アイテムほとんど使っちゃったよ。回避系のアイテムは、あとセンスパッド一つだけだな。そう。鬼の数はどんどん増えるし、めっちゃ追ってきてる。と。とりあえずあの要塞のところでやり過ごすしか。普通にバレそうだけどな。頼む、誰も気づかないで。あ、霊夢、後ろ。鬼になっちゃった。待てー。今度は一点、捕まえるのに必死だぜ。く。ブギーボムで踊らされた。他の鬼もみんな踊らされてるじゃねえか。うわあ、今度は煙。ちょ、見えない見えない。あのマスターキー、なかなか逃げるのうまいな。そう、一体いつアイテム持ってんのよ。もうちょっとで手が届きそうなんだけどな。あーくそ、またか。お、向こうに他の鬼さん。おーい、そいつ捕まえてくれ。ちょ、何？ダメだこりゃ。そう、また遠くまで逃げられた。こうなったら奥の手だ。霊夢、ポータブル裂け目を使う。私の足で追いつかないなら、私の心強い相棒、ハヤブサちゃんに追っかけてもらえばいいのよ。出た、ハヤブサちゃんこと、お気に入りグライダーのファルコン。ふうははは、どこに逃げたって、ハヤブサちゃんの目はごまかせないよ。しかもそんな葉っぱで、ハヤブサちゃんから逃げ切れると思ったか。まあグライダーとしての性能は一緒だけどな。でも、しっかり追尾はできてるな。ふっふっふ、残念だったわね。たーっきり。であれ、なんで色変わんないのよ。っていうかこの人、逃げる側の時も青くなかったよな。なんでだよ。でもまあ、動き的に多分鬼になってくれたんでしょうね。これで、逃げる側の人もかなり少なくなってきたな。マップ見る感じ。あと一人かもしれないわね。よし、頑張って追っかけるわよ。マップ的にはこの辺のはず。いた、あれか。キラーグレネードを食らえ。って、鬼さんじゃん、ごめんね。そう。一体どこなんだ。鬼はいっぱいいるのにな。絶対この辺にいるはずなんだ。あ、いた、そこなんでさっきの人じゃないのよ。めっちゃ殴られてる。さすが最後の一人。逃げるのうまいわね。あ、勝った。捕まったからあんま勝った気しないけど。とりあえず初のサマーロイヤルだわ。サマーロイヤル。よかったな。ということでいかがだったかな。他にもいろいろ限定モードとか出るみたいだし。14日間の夏、楽しみだな。いろいろ実況していけたらいいわね。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。グサをゆっくり、のコードを入力して、ぜひ、クリエイターサポートをお願いします。こちらには、この動画を見てくれた皆さんに、おすすめの動画のリンクを貼ってるぜ。ぜひチェックしてみてくれなんだぜ。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画も見に来てくれよな。まったねー。